都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメシュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今週は先週に引き続き梅原選手とボンちゃん選手をお迎えしての格ゲーレッスンスペシャルです。わっしょい。先週に引き続き梅原選手とボンちゃん選手をお招きして、今夜は格ゲーレッスンスペシャル版をお送りします。教えていただく先生、1人目は梅原選手。17歳にして世界王者に輝いて以来、20年以上格ゲー界のトップを走り続けるプレイヤーです。そして格ゲーレッスンといえばこの方、ボンちゃん選手。数々のビッグタイトルを手にしてきたトッププレイヤーであり、いつかと歌広場の成長を見守ってくださっている先生でもあります。ついこの間プラチナ帯にようやく踏み入れることができたんで、何を練習すればいいのかっていうのをじっくり教えていただけたらなって思います。ということで、まずは梅原先生のレッスンです。じゃあもう早速対戦で、そっか、見ていくと、イツゼット対するは梅原ガイル。ウイトリがあるよ。めちゃめちゃガチガチですけど、この先生。いや、でもこれぐらいでやってもらったら CPT これ反撃でくる。1ラウンド目はほぼ完封負けでしたが、ここからいつかが健闘を見せます。気をつける。そしてライト回、おお、なるほど、再三してる。マジか、大阪環状線。出たシベリアンじゃない、大阪環状線だ。 EX 大阪環状線いいですよこれ。ここまでいったー。やる、えーマジか。しかもちゃんとスクリューね、これまで課題だった。気持ちが溢れて EX になってるところもね、また可愛いですよね。最終ラウンド、大幅に体力リードを奪われ、フルゲージながら画面端で苦しい展開。なんとかゲージをうまく運用したいですね。逆転するに足るゲージは持っているんで、リソースはありますね。うまく使いたい。しかし法で梅原それ分かっている。オーバーに差し替えた。ストレートだけ、うわー、キャンセルアップした。ところをしっかりしゃがみ中盤から捉えた。ということで、はい、対戦を終えたいつかちゃん、いかがだったでしょうか。今のその私のランクマだと、こっちの鳥が溜まってるのあんま見てなくて、球とか打ってくれるんですけど、絶対に打ってくれなくて、鳥が吐けなくて、どうしたらいいかちょっと分かんなくて、トリガーがうまく使えなかったです。そして梅原先生、うちのいつか、いかがだったでしょうか。すごい上手くなったね。あ、本当ですか。嬉しい。なんか今日普通に残技戦をやってだったんだけど、はいはい、うん、すごい上手くなってて、まあ、だからトリガーが吐けないっていうのは結構もう中級者上級者の悩みだから、うん、本当にあの上達したなと、うん、思った。ありがとうございます。梅原さん、そんないつかちゃんにですね、何か一つ教えていただくというか、うんうんうん、アドバイスをいただけたらなと思うのですが、はい、今の1試合だけだとちょっと分かんないけど、はい、もしかするともうちょっと勝ち勝算とかを使うといいのかもしれない、はい、ライル戦だと、まあ、それを使うともう少しトリガーなくても体力取れるのかなっていう気はするけど、うん、基本的なところができてたから、今の対戦だけだったら、まあ、中盤もっと使ってもいいかなっていうぐらい、うん、中盤キャンセルトリガーで吸い込んで、トリガー中っていうか、トリガー発動してない時に中盤を使って、で、トリガーは正直ガイル側が本気で何もしないとかなり吐けないから、どうなるかっていうと、まあ、吐かせないようにするためにはガイルとしては立ち台パン食らいたくないから、ちょっとずつだけど、ちょっとずつちょっとずつ下がっていくんだよね。まあ、ラインって、格ゲー用語でラインって言うんだけど、はい、ラインが下がってって、はい、端っこまで行くとガイルとしても何もしないわけにいかないから、そこで勝負に来たところをカウンター取るっていう。だから、上手い人相手だと、もうブルトリガーを基本的に発動でき、自分ができないっていう風に思った方がいいかもしれない。もう地道に我慢強く頑張ります。梅原さんでガイル対策、贅沢だな。さらに、いつかから梅原先生に質問が。ランクマとかで当たるガイルで、なんか遅いソニックを打たれた後にジャンプしてくるんですけど、その時にダブラリがガード硬直で出ないとかがあるんですけど、はい、あれは対処法が2つあって、はい、1つは読みでダブラリを打つ。で、もう1つは遅いっていうのをある程度見越して前に歩いて踏み込んでガード。
前捨てとか前歩きして踏み込んでガードすると、はい、ソニックブームガードした時の効果が長くて飛びを返せないっていう現象がなくなるんだよね。格闘ゲームで飛び道具、まあ、分かりやすい例で言うと密着で飛び道具ガードした時って自分がめちゃくちゃ有利だけど、はい、端端でガードしたらめちゃくちゃ相手有利でしょ。あえてその遅いソニックっていうのを読んでガッて近くでガードするみたいな、するとその飛びの連携は使えない。実は俺もそれやろうと思って調べたんだけど、はい、あこれ残影が踏み込むガードで終わりだなみたいな感じで俺もちょっと一回捨てた、そう戦法っていうか、だから その対象を知っていくと大丈夫、はい、ちょっと見越してって感じですね。そう見越して踏み込みガードがまあ一番おすすめで、はい、先読みダブラリは相手が何もしてなかった時にコンボ食らっちゃうからちょっと危ないっていう。確かに、うん、分かりました、ありがとうございます、はい、続いてはボンちゃん先生の格ゲーレッスンです。厳しくお願いします。いやナッシュは本当に全然知らないんで、うん、頼んでちょっとナッシュで対戦させていただこうかなって。オーダーしたんだ。オーダーしました。ナッシュは本当に気合いだってきたけどな、うん、見ていきましょう、うん、ナッシュではやはりこのように、距離を取っての動き、そしてこのさ小そばとかね本当に強いですよね、うん、ここはこのサイズ、ここはこのサイズ、おっと吸い込んだ、ここ半球間に合わず、あー取りたくなると相当きつい、体力ありませんので、おー吸い込んだ。え今のは何か声が漏れてましたけどボンちゃん先生のこう中遠距離戦がね非常にうまい、うん、これですね、サイズの先端をうまく合ってくる、いつに困ってるんでしょうね。ダッシュ、ランピオパンチからバレットグリアコンボ、スタンが危ないぞ、食らわないように、触れないゲージがある、ゲージがあるので、これはできるでしょう。からのジャッジメントセーバー、ちょっと待って、本当にもう一回だけやらせてくださいそうだね、苦手だって言ってたもんね、ちょっと待って、ね、本当に、うん、今何か一つアドバイスなんかいただけませんか。こうなるだろうなって思って、はい、今すごいあえて近寄らないで、はい、ずっとチク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 やってたんだけど、はいはい、これに対しての答えを知らないと、はい、多分やっぱナッシュって勝てなくて、はい、ナッシュ戦って、はい、立ち回りで来るその中サイズ、はい、中キックで来るあの長いやつあるじゃん、はいはい、あれを対処しないと残技って絶対勝てないよ、ね、はい、見てからガードできない技だから、はい、来る前提で動いていかないと残技側が有利な時間を作れない、はい、中足とかしゃがみ中キックとかの前に入るとアーマーで応戦しようとするんだけど、そばっととか、はい、その距離だともう中サイズって来ないから、はい、距離によってなんか意識を変えて戦う組み合わせだから、はい、今置いてない距離で V スキルとかを置いて取れた時に EX スクリューでのリターンを狙うとか、はい、立ち台系を組み合わせに行くっていうのも全然あり、立ち台系って見てから押しても間に合わないから、はい、今おそらく来るだろうな、はい、中サイズが来るだろうなって思ったところで台系を先に置いておく、でもし読み勝ってたらクラタンしてくれるから、はい、そこでリターンを取るみたいな戦い方を混ぜないと、はい、ずっともう寄れないままこういう試合にはなっちゃう。でなんか一つやっぱり今って対処がわからない状態だと思うんだけど、はい、こういうのっていろんなキャラであると思う、はい、ダルシムとかでもね、はい、寄れないまま負けちゃうって多々あると思うんだけど、はいはい、やっぱその都度困らされてる技をどういう技なのかなっていうふうに理解しないと解決なかなかしないから、はい、やっぱりトレモで一回そのレコーディングして、はいはい、対策を練るっていうのをしないと厳しいかもね、はい、今後そのもっと勝ちたいってなった場合に、ちょっと嫌な技レコーディングして嫌だけど勉強します、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。タネジン、はい、ここでいつかちゃんからお知らせがあります。はい、なんと、格ゲー喫茶ハメジュンのアルバイト、いつかしばらくちょっとお休みをいただくことになりました。はい、お休みいただけますか。まあそりゃね、アルバイトだから、はい、見たいと言われたらね、はい、いつか必ず戻ってきてくださいね。うん、それまでこの店守ってますんで、はい、あお願いします。ってことで来週からバイトいやあではない、お客さんの周りってください。あそうなんだマジか。これからもゲームやっていく感じですか。もちろんそれはもう、はい、やめることだ。そうだよね、一回性格変わっちゃったもんねそんなことはないですけど、もともとの性格がちょっと表に出るようになっちゃったっていう。もともと思ってたもんね。なるほどね、いいきっかけだったよね。まあ、あの2年間ね、うん、結構いろいろあったと思うんだけど、はい、ちょっと振り返っていきましょうよ。一番なんだろう、印象に残ってることって何ですか、この2年間で。
番組内で言ったらありふれすぎて、いつもの感じなんですけど、番組外とかで、なんか、まあ、スリーオン出たり、ダバチャリ出たりとかあったじゃないですか。ハミジュンチームでね。そうそう、それがやっぱ個人的にはボタンのね、あれは。でも一生俺たち言ってきますからね。大事な試合でなんかボタンチェックミスってる。始まった瞬間にサガミジャックパンチ置いたんですよ、G で。中和してくれててこうやって。終わったと思いましたね。ハメジュン内でも戦ってきたし、教えてもらってきたし、10先とかも経験して。そうね、経験した。そうですね、やっぱ悔しかったから、なんか同じ同レベル帯の人になんか番組内で負けて、今見返してもめっちゃ悔しい顔してて、いつかちゃんは悔しさは確かに出てた。めっちゃ悔しかった、本当に。いや、この番組は2人ともめちゃくちゃ悔しがってる。いや、俺は悔しがりすぎだね。悔しがってシュンってなるから。でも違う、これはもう印象でしたね。プロの方の胸を借りてるわけですから、うん、もうドンとぶつかるで正解なんですよ、うん、ね、いろんな方にレッスン教えてもらいましたけど、あ、なんか印象深い方、印象深い対戦あります？いや、でも私ガメラさんですかね。出てきた、出てきた。すごい独特の雰囲気を持ってらっしゃって、うん、まあ、同じ格闘ゲームなんで、そのなんか、まあ、見据える力を大事にするみたいなのを収録外でおっしゃってて、うん、もしかしたらこの鉛筆がここから落ちるかもしれないっていうのをちゃんと予測しておくことが大事みたいな。そんなこと言ってたの？言ってました。聞いたんですよ。したらそういうことを分かりやすく教えてくださって。そうですね、ガメラさん印象深い。ゲームやってなかったらさ、出会ってない人ばっかりだったと思わない？いや、絶対にそうです。本当にいつかちゃん最初はこんなんだったのにね。そんなちっちゃくはない。いや、最初はレバガチャで真空波動拳が出て上手だねって言ってあげてたのに。言ってあげてたんだ、あれ。あれビジネストークだったんだ。当たり前だろ、当たり前だろ、当たり前だろ。格ゲームはダメじゃねえよ。赤ちゃんでもできるわ。そっかそっか、ありがとうございます。いや、でも今では、もろもろ狙って操作できるようになって、だから本当に褒めても喜ばなくなったね。そしてもっと上があるっていうのが分かって。この番組をきっかけに格ゲーを始めたいつか、これまで数多くのプロ選手の方々に教えていただきました。格ゲーレッスンもね、ものすごい回数をやって、ね、番組の資料でいつ何やったかみたいなのあるじゃないですか、もうすごい多岐にわたってまとめられてるとね。はい、その中でじゃあ一番こう、なんでしょう、印象に残ってるというか、先生って誰になりますか？なんか一番今でもなんかこう刺さってるっていうか、うん、孫さんの、あの友達を作る、っていうのが今でもすごい、まあ、難しいけど、本当に楽しくゲームを楽しく続けられるためには一番大事なことかもしれないっていうのは、かなり番組の最初の方でね、教えてもらったけど、それこ その初回でアケコン買いに行ったの覚えてる？覚えてます。今も使ってくれてるけど、初めまして。俺ね、最初アケコン買わせなくてよくないと思ってた。パッドでよくないって、仕事でもやるんだから。そうだよね、もうどうせ続けないんだからパッドでいいじゃんって思ってたんですよ。海音も使ってくれてんだよね。まあ、何回も言いますけど、ハメ子さんとは本当に仲良くなれないと思ってましたね。俺たちほら、もういつかちゃんをさ、はい、なんか育成する気持ち、もう育てる気満々だったから、はいはい、いつパパ、いつパパみたいな感じで。そうです。なんかいつの間にかね、あの俺とハメ子さんは協力体制で、いや次はこれ、いやそれはさ、まだ難しいんじゃないみたいなこと言ってたから。だからいつかちゃんを通して俺とハメ子さんってちょっと仲良くなったんだよね。そうですね、それは本当に。そうなんだ。いや、なんかしんみりするのはちょっと違うんだよな。全然。ああ、はい、やっぱり俺たち最後格ゲーマーらしく対戦して送り出していきたいと思います。はい、いつかちゃん、とりあえず俺と勝負お願いしてもよろしいですか？お願いします。けいえ、やりましょう。ハメジュン、お休みするいつかを最後は対戦で送り出します。いつか VS 歌広場ジュン。ジュンさんにはいびられて、いびられて、いびられまくってるんで、ここでちょっともう一発やってやりたいと思います。ジュン君、はい、ミサキですって。ミサキか、一回ふざけられるな。こんなこと言いましたけど、正々堂々と卑怯なことせずにちゃんとぶつかっていくから、じゃあ最後の対戦楽しんでいきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。それでは始めていきましょう。ファイト。
ッター広場準備 V トリガー、V キュッツーともに2位に、まあ、最近入りになってですね。おい、寄ってこいよ。おっと、これは昔見たぞ。波動拳、波動拳、はい、波動拳、波動拳、波動拳と一定出さない、はい、波動拳ジャンプで逃げる、ガメヤスター、あっ、受けてくる、暴れるのは歌広場、出たぞ波動拳ボード、はい、昇竜拳波動拳、はい、波動拳、もう何度も何度も釣られない、波動拳、おわ、マジ、いや、釣られてるな、波動拳で、もしかして波動拳、波動拳、波動拳ボード、波動拳、いやいや、おい、おい、お、対抗者が見込まんち、位置が入れ替わります、あ、上、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、いろいろあったか、最高のやつからの、あ、マジ、ボリューシチダイナマイト、当然できる、さあ、ここは中足で暴れてくる、中足波動神流竜巻昇竜、いや、ムカつく、本当に、あ、そうだよね、いや、自分にです、自分にです、あ、本当に、はい、あ、そう、壊しができなかった、いいんだよ、俺にムカついて、重なっていればね、勝っていましたから、はい、そうです、そうです、まずは歌広場、はい、なんか楽しそうだね、うん、うん、あ、なるほど、そっち系か、はいはいはい、そっち系ね、さあ、そっち系のまま、画面のあっちへと、ね、え、いいの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 ね、はい、はい、もう画面端、はい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 、ダッシュガード後ろ投げ、位置を入れ替えました、はい、波動拳、波動拳は、はい、アイアンパスを受け止めている、はい、波動拳と見せかけてるな、ダッシュ投げ、はい、波動拳、波動拳、いや、波動拳、波動拳、球を抜けていくダブルラリアット、波動拳、波動拳、ドブリッジを踏みながらダブルラリアットで波動拳、波動拳、ランナーを返していきます、お、マジか、ちゃんと判断できんだ、 Z のこの踏み込みガード、はい、中足歩きガード、しゃがみ込まれて崩している、波動拳、波動拳、上を抜け、上が出る、さあ、V トリガーがあるぞ、1回と最強のラジアットからも、これはちょっと待って、ダイナマイト、この後どうするか、はいはい、おっと、ちょっと受け合いの流れを嫌がったでしょうか、1セット下がってきました、おー、ポーズ決めんね、波動拳、波動拳、波動拳、画面足に追い詰めたが、波動拳、歌広場を見てくれてる、わー、ジュークルも第1ゲームがある、どうする、あと20秒、20秒どうする、波動拳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 、どうする、波動拳、時間がない、もう行かないといけないと、波動拳、どうする、上から、ダッシュ、いやー、これは距離が届かない、しっかりと投げたな、歌広場順、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫、違う、違う、私はまだ本気じゃない、私はまだ本気じゃない確かに、そう、いつか1試合目遊ぶからな、いつか1試合目遊ぶから、いや、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、どうする、やる、やめる、え、やるに決まってます、そんなもん、そんなもん、僕言うた、俺でこそ女や、さあ2試合目、1試合目はかなり波動拳のランダで心を乱された HZ でしたが、2試合目どうするか、おっと歌広場純がかなり普通の動きになってるぞ、真面目モードだ、しゃがみ込まんちクラッシュカウンターから流線波動昇竜、さあ、マギアどうする、急戦客投げる誘いだが、しっかりとガードを固めたのは HZ、 V トリガーを、あーっと、これは飛び道具ではない、反撃できるか、ゲージは1本と半分止めている、ガードの上から吸い込んで掴んで投げるのは HZ、 ここは V シュート、しかし反撃はどうやら安く済んだ、 HZ のゲージは2本、ダッシュ止める、マジかよ、ダッシュを見てから止めるぞ、バックジャンプで逃げていくのは歌広場純、優先客から攻め込んでいくか、ちょっと遠い、いつでとはじっくり歩きがあるゲージがね、そろそろ溜まりますから、うまく活用したいところ、優先客、いや、今ダブルラリー出てたね、出てたね、ごめんなさい、びっくりしちゃったね、上から来たら全部ダブルラリー出ちゃうね、うん、出ない、うん、出る、出るこれで歌広場純がリーチです、わあ、中足確認、これどうしたらいいんだ、そして投げ抜く誘いの流線脚が機能しています、もう一度、いいですね、後ろ投げ位置が入れ替わって、いつ Z が今度は画面足にジュンを連れていった、投げはジャンプで逃げる、またしてもラインが入れ替わった状態、いつ Z ゲージは溜まっていますが、どう使っていくか、先生やはりじっくりとラインを押し上げていく動きができている、ジャンプフェイントをかけながら竜巻で来る、さあ画面足、いつかの
ゲージは全てあります。どう使うか。ダッシュ投げ、いや波動拳を見ていましたね。タッチ中パンチ、 V トリガーもあるぞ。タッチパンチ来た、これはノーリット。ガード目から発動することができればいろいろな手が取れるでしょう。クリティカルアーツもあります。中パンチ波動拳、ここはガード、じっくりと間合いを詰めていく。いつかあっとどうだ、ジャンプしてるか、よく決まっている。ボリションイロシアンスープレックス残らない。ラウンドを取ったのはいつか。いややっちゃいけないことをしてしまった。しかし納得はいっていない。勝ったのに反省する。しかし納得はいっていない。さあここで歌広場のゲージはフルゲージ、読み勝った。打撃を重ねたいつか、ジャンプ先端と右ですね。そしてこのしゃがみジャックパンチがかなり効いている。中足下段を一つ、そして立ち強パンチと、あっと3つだと立ち強、これはクラッシュ関西にならない。知らず知らず知らずだが有利だ。いつだとこのままいけるか。クラッシュの差、新竜拳に繋いだのは歌広場潤。そして竜巻でダメージを稼いでいきます。中段しゃがみガードしてはいけない。このままのトスさんが危ないぞ。耐えられる後ろ下がり、マジか。きっちりと守ったいつか。しかし歌広場潤クリティカルアーツがありますよ。ダッシュ投げ、波動拳を匂わせて前に踏み込んでくる。いつかの V トリガーはありますがどう使っていくか。波動拳は打たなそうだ。中キック、昇竜拳残っているぞ。ダッシュ攻め込んでいくのは歌広場潤。あいつかどうする。双方倒しきるリソースはある。中足ナイスチェック。歌広場クリティカルアーツを出し切った。待って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 、なんて何回言ってる。最初の試合がなかったことにして、最初の試合はなかったことにしてOK、数字は残っちゃうけど、それはモザイクかければいい。モザイク、OK、じゃあ2戦目、はい、2試合目いってみましょう。お願いします。いつかちゃん、違う、格ゲーマーは相手に戦いを挑むとき言わなきゃいけない言葉がある。さっき教えたよね。はい、座れ。おい座ってるけども、じゃあ見ていきましょう。ということで、泣きの再戦、一先で勝負。いつかちゃん、頑張って。果敢に攻め込んでいきます。さあこの画面足、苦しい状況、耐えられるか。おー、チョップチョップチョップのランダーで押し返した。そして立ちこばしのアーマーを使って EX スクリュー、早めに使っていきます。しかし投げているのは歌広場、位置が入れ替わります。セット続きを置いていきます。パンチ、中距離戦かなりいつかいいペース。だがカウンターヒット有利すぎた。ここは昇竜につないで歌広場の攻めが始まる。さあいつかは V トリガーがありますがどう使っていくか。飛びしまっている。V トリガー、 V トリガー、 V トリガー、 マジ？ EX スクリュー、ダブルアップ、倒しきった。よかったよかった。あ、そう、ラウンド先行はいつか。竜巻まで通っているの。なんかあのくらいから初めて見たんだけど、なかなかない現象起きましたね。いや、今のね、中パンの差し返しで、さあ、竜巻から優先客無限に来る。スクリューで返していくのはいつか。しかしこれはジャックスクリューでしょうか。攻めは続かない。 V シフトに逃げる歌広場潤。優先客から暴れている。しかしここは優先客で有利を取った動き、投げ抜き誘い、さらに上から来る。あ、ちょっともう一回怒っている。いつか怒っているぞ。ゲージはある、うまく使っていきたい。立ち強パンチ、どう V トリガー、大きなことあんねん。あ、間違えた。いや、 V トリガーを発動しよう。とりあえずあー、大阪環状線から V ストリガー、V リバ返す、勝利を返していったのは、もういや、もういや、本当に嫌、本当に嫌。ドキドキした。ギリギリゲージを使っての削りフィニッシュ。間違えた、ちょっと。ここは2つとも取って、ちょっとガードでしのいだという感じでしょうか。流線客、流線客はガードしたら残ゲージが有利です。ただ貯めると剣が有利です。溜めると剣が有利だよ。竜巻昇竜画面足。さあこれは V スキルで取ることができますよ。
波動勝利言ってん通るといろいろ確定します。幸子町幸子町さあ体力リーダー歌広場潤、しかしいつかのゲージは溜まっている。入れていきます。ダッシュラインは押し上がったか。振りが悪い。当然歌広場潤稼働権を控えながら、どこですか。これは遠いですね。おっ体力が間に合っている。さあ画面足が近い。そうなるとダッシュ投げが怖いですね。コパンを打って追い払おうと言った。おっと当たっている。ああ勇気だ。知恵が出ず怖すぎる。まだチャンスある。おっここでお願いします。サイクロンライアット生吸い込みからのまで来てまだ来てまだ来て無理勝利したスープレックス。体力追いついてきた。うい。ジャンプで逃げて。これは決めるのはどんぐらい減らないでほしい。新竜拳から昇竜拳全然減ってる。しかし打撃を重ねた。ドキドキした危ねえ。強くなったね。ありがとうございます。どうせバイト休んでる間にゲームやんでしょ。やるまたやりましょう。はい負けたんですけど、うん、これはもう私がお休み中にやる課題が見えました。もうあと知らないことが多すぎたそうね。ですありがとうございました。はいありがとうございました。ありがとうございました。アメジン格ゲーマーユニットラウンド5、彼らにとって初楽曲七種の勇者の本番レコーディングが行われていた。この日のために約半年間ボイストレーニングを地道に続けてきたダンスボーカルの3人。すごいなんか色っぽい感じで今良かったので、まあ、よく言うと今のニュアンスで立ちはだかってるリズムをもっとこう。ラップを担当する2人も6月の合宿から約3ヶ月間練習を積んできました。最後は5人一緒に歌うパートを取っていきます。皆さん以上です。ありがとうございました。本当にもう歌の経験ゼロの状態からやったんですけど、半年で随分成長したなって思ってます。ぶっちゃけ難しい曲作りすぎたっていうのを反省したんですよ。あの本気出していいって言われたんで、結構メロディーとかも難しかったんですけど、やっぱ格ゲーマーって絶対負けず嫌いだと思うんで、みんなその頑張ってくれるかなっていうのを期待してやっぱこうやってくれましたね、みんな。そこをやっぱりみんなの歌を聴きどころじゃないですかね、うん、安堵半分不安半分って感じですかねこれ以上これ以下もうなくなるから、それがやっぱそのまま安心半分不安半分って感じですかね。英語の発音だったりとかトーンだったりとかすごい気にしながら練習したんで、まあ、いいものができてるといいですね。レコーディングをやってくださってる方とかすごいもう親切に本人のモチベーションを上げるようなことをすごい言ってくれて、あの一通り終わってちょっとホッとした状態ではあります。やっぱ前よりすごく自然にできた気はしますね。なんか練習した実感がありました。ここに至るまでにあの本当にたくさんの練習でたくさんの先生方にあの協力いただいてゴールできたのはすごく達成感で溢れてます。アメジン。はい、ということで格撃サメジュン、本日も閉店のお時間となりました。ジュ君いかがだったでしょうか。2年間いびり倒してきたけど、いつかちゃんのこといつかちゃんがいなくなったら俺誰をいびればいいんだよおー早く戻ってきてください。はいこのお店は多分俺が通い続けるから大丈夫だろう。うん、よかったです。2年間お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、そしていつかちゃん、お世話になったプロゲーマー、そして何より今まで応援してくださった視聴者の皆さんにメッセージお願いします。はい、いつも応援してくださってる方本当にありがとうございます。これからももちろんやり続けはしますし、うん、今プラチナですけどダイヤ目指して頑張ります。うん、はい、ありがとうございます。はい、ということでいつかさん、はい、2年間ね本当にお疲れ様でした。はい、あの戻ってくるの分かってるんで待ってます。はい、うん、ありがとうございます。待ってます。はい、はい、最後いつかちゃん、はい、あなたにとっての格闘ゲームとはプライドです。
プライド、また粉々にしてやんよ。ありがとうございました。次回バーチャファイター e スポーツ特集、仁選手、ホームステイアキラ選手がご来店、そしてハメジュンに新たな展開が、お楽しみに。